動物の友達と VTuber トラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあ今さっきというか、まあもう何時間も5時間6時間前なんですけども、ワクチン接種3回目、モデルナ ×3 回目ですよ、してきまして、打ってきたんですけども、まあなんか前よりは軽いというか、若干なんか熱っぽいのかな、熱っぽいかどうかわかんないんだけども、まあ腕はちょっと痛いですけども、そんな前よりもひどくなくって、全然ポッドキャストなんかもできるから、あ、大丈夫かなと思って、まあこれで、僕こういう時って基本熱測りたくないんですよね。熱測って数字を見た、大体ほら、人間、日本人だけじゃなくて人間誰しもそうかなとは思うんですけども、数字見ると不安になるじゃないですか。例えば株式を買ったとして、で自分の買った株がガンって下がったらギャーってなるし、ね、時間に追われたらみんなギャーってなるし、そういうもんでございますよ。だから数字はなるべく見たくないなと思って、ポッドキャストが終わってご飯食べて、お風呂入って上がってさ、じゃあ体温でも測りましょうかねつって測って、ダメだったらまあすぐ寝ればいいだけの話ですから、まあそういうところぐらいまでちょっと測るのやめようかなっていう、そんな気概でございまして、明日も一応休み、仕事お休みになっているので、まあそんなに無理はしないかなという感じですね。まあそんなこんなで、別にゆっくりしてもいい日にこうやってポッドキャストもやれるときはやっとこうというわけでございますよ。というか、まあ読みたいというか、いいな、この記事いいなって思ったのがありましたんでですね、今日はそれを読ませていただきたいと思います。でこれはニュースというよりも報告ですね、今回のやつはニュースじゃなくて報告です。国立極地研究所が国の管轄を超えた生物、海洋生物多様性保護の必要性を証明。まあ何かっていうと、国立極地研究所、まあ南極だったり北極だったりっていうのを研究に行ってる、日本のグループでございますけども、このグループがですね、国を超えた海洋生物多様性の研究をするために、まあ、みんなちゃんとそういうところでいろんな条約を締結したりとか、保護する仕組みを作んなきゃいけないよっていうことを発表してるというわけでございます。記事というか報告を読んでいきたいと思います。人類の活動は現在も拡大し続けています。海域でも領海やその外側の排他的経済水域にとどまらず、さらに遠い海洋である公海での活動も激化しています。このような特定の国が所有権を主張できない公海は国家管轄権を超える区域であり、その範囲は海面の 64%、 体積で言えば 95% と広大です。国家管轄権を超える区域への人類活動の拡大があまりに早いため、この海域では科学的な研究も国際的な規制も間に合っていないことが問題となっています。このように激化する人間の活動は汚染、漁業、気候変動などとして海洋生物の脅威になることが報告されています。海洋生物多様性保全のためには人間活動によって生じる脅威が海洋生物へどのような影響を与えているかを知ることが重要です。近年になって各種のペンギンは最も脅威にさらされている海鳥グループの一つであり、陸と海の両方で多くの危機に直面していることが分かってきました。人間活動などがペンギンに与える影響を把握することは重要ですが、陸域や排他的経済水域までと異なり、管轄する国がない国家管轄権を超える区域では影響を把握することが困難です。そこで今回この極地研究所の特任研究員らは、ペンギンが直面する脅威の影響を解明するために131の科学論文を分析し、18種類のペンギンの活動を総合的に考察することとしました。繁殖期に陸上で子育てする印象が強くて、あまり知られていないかもしれませんが、ペンギンは広範囲に海域を移動する動物です。残念なことにペンギンが広く活動的に海を泳ぎ回ることは、海域の汚染、漁業、気候変動などの脅威に遭遇する頻度を高めてしまいます。私たちは世界中の科学者が生物多様性保護の重要性を示してきた多くの論文成果の一部を活用することで、国家管轄権を超える区域でのペンギンの活動を可視化することができるのではないかと考えました。
と、述べていますというわけです。で、解析の結果、特定の国が管轄する海域から国家管轄権を超える区域への移動は、解析対象とした18種類のうち13種類のペンギンで120回報告されていることが分かりました。また16種類のペンギンでは季節やライフサイクルの段階に応じて特異的な長期移動を行う可能性があることが判明しました。例えば越冬時の巣からの移動、寒雨前後の移動、巣立ちの移動などでは、時には1万キロを超えて移動する、ことが見られました。このような特定の季節やライフサイクルにおける、種や地域の 特異的な長期移動に対しては国家管轄権を超える区域の該当地域を該当時期のみ柔軟に保護する必要性が示されました。これらに基づき研究グループは衛星などの、リモートセンシング技術を用いた生物の監視体制の確立や移動式海洋保護区の設定など革新的な保護手法の開発を提言しました。今回の論文では国家管轄権を超える区域でのペンギンの活動を解明し、国家管轄権を超える区域での人類の活動の規制がどのようにペンギンの保護につながるかを調べました。今回の、初めの一歩としての成果を発展させ、今後は特に優先的に保護すべき、領域の特定が必要です。そのためにも今回活用した、個別のペンギン種の調査をより広く行っていく必要がありますと、述べておりますということでございました。はい、でございましてですね、ペンギンっていうのは本当に陸の上でピョピョというかピョコピョコ歩いている姿だけじゃなくて、基本的にはあんまりその海を泳いでどこまで行くかっていうのは、最近まで分かってない、ようやく最近ちょっとまあいろいろな技術発展によって分かってきた部分っていうのがあるんですけども、国が管轄していない地域、公海だったりとかっていう部分では、まあ漁業だったりとか、採掘だったりとか、まあいろいろなことをしてるわけでございますよね。だからそういうところ、基本的にいろいろな国が言う環境を守りましょう、自然を守りましょうっていうのは自分の国のことだけだったりしますから、こういう公海、どこの国のものでもない海を守ることっていうのをどうやって伝えるべきかっていうと、やっぱりこうやっていろんな海域を泳ぐペンギンを保護しましょうっていうことを訴える、ちゃんとした証拠をもとに訴え続けるっていうのが、一番説得力を持たせることができるんじゃないかっていうことでございますし、それってまあ巡り巡って人間にも返ってくることだと僕は思いますのでですね、まあ、ペンギンのためとは言いつつも、人間のこれからの未来のためにもペンギンを守る仕組みを世界中の国々が、しっかり締結して、この航海をどうやっていくのかっていうことを考えなきゃいけない時期なんじゃないかなと思います。だから本当に何度も言いますけども、戦争なんかしてる場合じゃないんですよ。確かに南半球の話ですから、北半球のロシアなんていうのは関係ないかもしれませんけども、それ南極だけじゃなくて北極の話も一緒ですからね。北極ではその海域だったりとか、で北極の氷が溶けるスピードっていうのがもっと凄まじいですから、南極に比べて、北極グマだったりとかっていう生き物の住処もなくなってるわけですからね、そういう地域の調査を進めるためにも、やっぱり国同士が協力し合って航海、もう領土だったりとか領海をその言い合うだけじゃなくてですね、そういうところを守っていったりとか、そういう研究は別っていうふうに考えるような思考になっていかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思っておりますので、ぜひぜひこれ聞いてる方で権力者の方がいらっしゃいましたらですね、変えていただきたいなと思いますけども、その前に僕らの意識からも変えていかなきゃいけないじゃないかと、そんな感じで、思っておりますということでございまして、今日のニュースというか、報告ですね、調査報告は、国立極地研究所ペンギンを守るための国連海洋法条約の重要性を訴えるというお話でございました。